さあ、テント村まで、あと少し。この下りがかなり急で、きついですね。登られる方はもっときついと思います。14時24分です。1時間半、時間ぐらい前かな。ライチョウ沢キャンプ場到着いたしました。結構人が多いですね。実際に降りてみると上から見たよりも全然人が多かったです。いっせーので、はい、おいやー、うぅー、きれい、すべお、すべすべ、なんかいいね、それビー玉みたい。お、意外に小さい。これはあ、ぴったりやね、すげえ。めっちゃぴったりやん。手作り、これシートですかね。これは左右のやつ、前上下のやつと。はい、ちなみに今回ですね、ちょっといろいろな事情があって紐を忘れたんで、はい、こんな感じでテントが飛ばないように石を置いてます。あ、全然大丈夫、いける。じゃあ、まあ、こんな感じでちょっと今から本もちょっとちゃんとテント張りたいと思います。この寝袋も今回初めて使います。これ結構ええやつやんね。一応マイナス1度コンフォート、うん、ーマイナス7度がリミットすごいなってなってるんで、はい、まあ、まあ言うたら普通の布団、布団のちょっとええやつ。ちょっとこんな、あ、すごい、シリカゲルの防水っぽいな。入れ物やん、入れ物やん。これな、一回入ったらなかなか入りにくいかもしれない。一回取ったらな、まあ、はい、それはいいとして。めっちゃええやん、めっちゃええやん。なんか買い取るしな、なんか買い取るしね、分からんけど、うん、よし、じゃあ、まあ、うぅぅ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 、モフやろ、うぅ、はいはい、まあもう興奮しない、興奮しない。あとこれもね、新しいやつですね、これ、ビー玉。これいいが使うの、ビー玉じゃないよ、これ一応これで5度ぐらい体温、あの、耐えれる温度が、要するに寝袋のアウターですね、これ。寝袋の外にかぶせるやつです。それで、はい、お腹、結構今でもまあまああったかいからね、このテントの中、まあ、この狭さで3人で寝たらまあまああったかいんちゃうか。あったかいと思う、多分。はい、緑のタヌキがパンパンでお腹ポンポコリになってます。はい、ただいま富山県のライチョウ沢キャンプ場にいます。標高が 2300m ぐらいだと思うんですけど、なんとそこで岩谷産業のタフマルを持ってきました。なんでこんなところにタフマルと思うかもしれないんですけど、実はですね、これまた同じく、まあ、岩谷プリムスのガスバーナーを持ってこようとしたんですけど、まあ、今回の登山だけじゃないんでね、ちょっとホテル的なところも滞在したんで、あのかさばるかなということで、あのこの熱源を一、まあ、つ減らして岩谷のこのタフマルだけにしたんですけど、やっぱり、タフマルをね、この 2300m に持ってくるのは相当しんどかったんですけど、まあ、あの熱源がないとラーメンとか食べれないということなんでね、ちょっとこれ持ってきました。はい、今片手で持つのも重いぐらいなんで、そこに置かしてもらいますけど、まあ、それぐらい僕はねタフマル好きやということなんで、また、岩谷産業さん見てたらいいねください。じゃあこれで今日はこれから、このライチョウ沢ヒュッテで、ラーメン食べます。ですけど、じゃあこっち来てや、あー、ちょっと一発目、あ、いた、いた、おー、一発目あかんかったら結構何回もあかんときは多い。ちなみにあんまり風は今日は吹いてないです。なんかタフマルはね風に強いのが売りなんですけど、今日はあんま風吹いてないです。残念。16分36秒ぐらいですね。もういい感じで沸騰してきましたね。じゃあここで切ります。はいはい、はい、じゃあ取っちゃった。あ、いや、いいね、取っていいね。あ、蓋なくてもいいか。なんでこれ2枚なんでいるの。いや、蓋しとかんと。すいません、まあシリコン1個あるから。はい、5日目か、5日目の夕飯は、2300m でカップラーメンです。わかるの、僕はこのどん兵衛の肉うどんです。